したから。だから特定されないように移動しよう。今から。あ、中村くんは来てもいいよ。中村くんは。中村くんはね、同じ匂いがするからね。クズじゃん。中村くんって。キャス主だけど、クズだから。中村くんは来てほしいですよ。ムネキュンさんとか時事ネタを話すような人が来る場所じゃないんだよね。地名も言わなければバレないですか。わかりました。はい。リナビさんも無理でしょ。爆走行くって言わないでしょ、そんなこと。そういう嘘つくのやめてくれない。来るわけないでしょ。どの面下げて俺に会いに来るの。トシ君は行けたら行くねって言ってたよ。なんでスーツ着てるの。そう、誰か提起してくれる。じゃあ一回終わろうかな。もう特定されちゃうから。終わるか。またね、ホテル特定されてみんな祝電するでしょう。でホテル帰ってつけてももう深夜だしね。もう人も来なさそうなんで、はい、つけても竹地の枠でやろうかな。あ、俺様さんありがとうございます。竹地ちゃんの枠で、ヤシオに泊まるからってバレるわ、それ。竹地いるのに。竹地いるのに帰ってこなかったらバレるでしょう。そんなことすると思うの？あ、マサルさん、ありがとうございます。また来るちゃんとこ行くわけないじゃん。あ、水上花火あります。あ、ありがとうございます。ホテルも取っていただいてね、アイテムもたくさんくれてね。今までじゃあ特定されないように行くか、ホテルまで。とりあえず車止めようか。まずは謝罪ユッキーありがとうね。信用されてない。ごめんね。じゃあ、ホテルに帰るけど。だから、ホテルについて、ホテルについて、竹地の枠でやって、俺がいれば、いいじゃん。あ、ありがとうね。ラジオで帰る？あ、そう？ラジオで帰ろうか。で、ご飯どうするの？あ、花火ありがとうね。いつも。ラジオで帰ってどうするの？ご飯は？カップラーメン。昨日もコンビニなんだけど。ご飯買ってく？じゃあ、とりあえず、車止めるわ、ラジオで。あ、マックドライブスルーする？テイクアウトしようか。ドライブアウトするか。ドライブアウト。ルームサービスない。今日もリスナーさんね、高級ホテル取ってくれた。この時間ドライブスルーできるとこどこがあるの？マックやってるかわかんないけど。コンビニ以外ないの？つか、夢吉に誰がいるの？夢吉行こうかな、ちょっと。まあちょっと待てよ、もうめんどくさいな。いや、ホテル着いて配信やろうかなと思ったけど、あまりにも遅くなっちゃって慌ててつけたんだよ。あ、もう帰ってるの？
まあもう今日分かった、ご飯を我慢する、それでいいや、うん、ご飯を我慢するから、じゃあラジオで帰ろで、ホテルでちょっと、うん、信用がないんでしょ、うん、俺がホテルに帰らないと思ってるし、いるのやばいね、ほんとリスナーさんに撮ってもらって竹地だけ寝かせようと思ってんの、俺がそう思ってる人いるの、正直にいいな、そうやって思ってる人いたら、うん、うんうんじゃなくてありがとうね、うん、さすがにないでしょ、そうやって思う人って、まあまあ俺も悪いけど、じゃあ333表向き分かれた矢印裏で復縁、カスタードホイップさん、ブーメランブーメラン、バングレさん、うるさいうるさい、ごめんなさい、ピさん、マックドライブアウト、ブーちゃん、ガットお持ちさん、うるせ、マチルダさん、ラジオにしなよ、マニマニさん、好き、ヌポクプス参考、クククさん、すべての元凶はお前、イグトードさん、ずっとラジオ配信でいけよ、特定班 VS01、 ジミーさん、今までがそうだったんですよね、ポンコツさん、カメラ映ってるぞ、ハニーリップさん、びっくりわら、ヒコネさん、おいしいものを食べよう、秘密のプレゼンターさん、普通でしょ、333さん、表向き分かれた矢印裏で復縁30回目、兄さん、竹地大胆、マチルダさん、バレるよ、ミミさん、ラジオはわらわら、母さん、ラジオにした、カナさん、10万って言われて切れました、梅さん、ラジオにしたら、ヌコさん、うるさくないよ、ジンバルさん、生活保護の神様って、キチガイ、消えろわら、さくらさん、竹地ちゃんにマック食べさせてあげて、ポンコツさん、オケオケ、マリアラットさん、デボンバー、クルちゃんと会ってたのは驚きすぎた、W まさか会ってたとは思わなかったから、マチルダさん、オケオケ、ヒヨコさん、バック新作、よしなや食べたいな、毎日お疲れさんやで、よしなや、カスタードホイップさん、そんな嘘はもう通用しないかと、ちびまりかいちごミルクちゃんさん、山手通りだから新宿キーにね、マチルダさん、あ、花火ありがとうね、気をつけて、ありがとうございます、バリバリさん、ラーメン食べる配信みたい、リンコさん、クルちゃんと、ここに帰りな、外でクルちゃん会うなら帰りな、ヌポクトスさん、01配信頑張ってるから伝わるよ、ミカさん、おととい来ると話し合うって配信で言ってたよ、ゴーちゃんさん、マックか好きやで、ドライブスルーで買ってご飯は食べた方がいいよ、ベイミーマイさん、スーツはどこで着替えたの、クルちゃんは働かず、働くんじゃない、さすがに、マロンさん、クルはいつまで川西守っていくだろう、働かないとか無理でしょ、そんなふざけた話あると思う、よしね、あるといいけど、吉野家東口靖国通り、いや、まずね、圧倒的にそういうとこじゃない、うん、もうハラリスナーキャッキャしてるからな、キャッキャキャッキャ、待ってな、5分で着くから。
駐車場がね、駐車場があるかどうかなんですが、駐車場が、あ、一軒入れると帰り確認した、たけち空いてたの、ホテルのルームさ、高いの？いや、守るもなんも、もう半目だって。敵対してるよ、完全に。あとなんか、来るの友達と、通して喋ってほしいって言われて、もう断った、うん、その来るのね、お世話になってる人とね話し合いたいって言われたけど、あ、フォローとのやつありがとう、うん、まあまあ友達か、まあリスナーさんだと思うよ。話し合いどうなったの？竹内さん帰り確認した。ユッキーアットナームさん花火をプレゼントしました。カスタードホイップさん二人で育てていくに決まってるやん。カリフォルマさん、いや働かないよって、配信でもやって稼がないと食わしていけないんじゃない？トミーさん、まあなんせそのマイペースだからね。うん、危機感もないし、もう知らないや、そんなの。マチルダさんスーパーで買わないの？もう開いてないけどさ、うん、どうなろうが。ケイちゃんさんホテルのルームサービス高いから、カナさん高く払って子供に会えないのは辛いね。マリシルバー2301、頑張ってっていうか、もうストレスがすごいよ。ミカさん10万払えないとなれば、一回放送でやってほしいよね、放送、うん、放送やって、もう本人の口から聞きたいよな、みんなに対してなんていうのか、それで判断してほしいよ、うん、弁護士に本当ストレスたまる。ストレスがすごい。ね、下ろせばいいのにな、本当。したらもうすべて終わるのにな。いや、そんなね、俺もこんなこと言いたくないよ。名のしがらみからも解放されて、お互いさ、好き勝手やれるじゃん。お互い悪かったじゃん、ね、子供作ったのはひどいけど、お互い悪かったんだもん、だって。いや、そのお金とかじゃないんだって、子供が可愛いんだって。いいらしいよ。マチルダさん、もう1時半だ。メグさん、ネタにしないでってことは、クルちゃんも配信やめないと、うん、333水増しだから80人くらいの枠より米流れません。ハナ、うん、さん01から10万と押して当てで、家賃も生活費も、いいとこ見つけたわ、繰り返しだから安心だね。相模原さん、いいとこ見つけた。ここでご飯買おうかな。ありちゃん、アットさん、かなり長い時間かかったで、マロンさん、
あ、ちょっと待って、財布がないよ。生はダメだね。生が好きなの。しょうがないよ。俺は多分懲りないからね。これからもコンドームつけることはありませんよ。マスクがない。マスクがないときはどうしたらいいの？マスクがないな。あんなに大量に買い込んだのに。ネクタイをマスク代わりに。賢いな、ウサタン。久しぶりだな、ウサタン。そういう発想力、うん、これでいっか、うん、あ、パッチリやな。いや、面白いとは思ってないでしょ。しょうがないじゃん、マスクがないんだから。